はい、スイです。今回も信長の烏帽子やっていこうと思います。ちょっとね、雨と多忙すぎてなかなかね、できてなかったんですが、そのうちにね、いろいろイベント終わってたね。いろいろイベント終わってて、ちょっとできなかったことも多いんだけど、佐竹義重が来てたんで、とりあえずレベル21になるまで、強敵を狩りまくり、集めてきました。で、本当は、武勇に弱いって聞いてたから、柴田さんとかでね、やろうと思ってたんだけど、ずるくないこれ。足軽からのダメージ 80% 軽減。騎馬からのダメージ 80% 軽減、ずるくない？鉄砲隊以外でやれないやつじゃん、これ。弓はないけど、弓はね、騎馬苦手だしね。ずるいわ、これは。かなりずるいね。で、オートでね、21、なんかオートで、こう集めてる時なんか負けてるな自動戦闘って思ったら、21にはねオート戦闘で勝てませんでした、あの長野さんの舞台では。なんでちょっとさっきの編成見てたんだけど、これでやるしかないかなと思ってて、鬼庭さん、鬼庭綱本、ただねあんま強くないんでね、4オートしかしてなくて、なんでね、こいつで勝てるかどうか。だね。まあ、勝てるかっていうか、まあ、もう、これしかない。こいつにかけるしかないんだけど。今のところね、伊達鉄砲部隊を入れて、連携上げてるんだけど、ここね、ここどうするかなんだよね。ここ、上杉謙信に変えれば、そう、さっきまでね、武器持たせるまで上杉謙信より、今沢さんの方が攻撃力高かったんだけど、まあ、こいつを謙信に変えて、こうね、攻撃力ちょっと上げるか、ここを変えるとかなり上がるんだ攻撃力ね。ただ連携率は下がっちゃう、まあ3連携はするだろうぐらいね。でも攻撃力クソ高い、こっちの強かろうかな。あ、上杉謙信どっか入ってた。あ、そうちょっと待って、これどんなようなバフを、そう、やっぱバフと、まあ、連携を考えつつ、こいつも変えなきゃね。組んでると戦力がね、全然足りないんでね、これ。戦力負けてるもん、もう。すでに。まあ、これ自動で負けるわ。ということで、ちょっとまあ、ここは、どうしようかな。組み直そうと思うけど、姉さんの代わりにね、一応、まあ、回復も必要かなってことで、カエドうちの弓取りを入れています。で、こいつも、そうだ、ここも、サナだから変えないとね、これはあれだもんね、標本をね、下げるために入れてるから、そう、うちの、王女氏康は、三突してないから、小範囲なんだよね、小範囲で、その、ね、近接が、光栄が全員、ちょっとかけられないというか、かけるのすごく大変で、ほぼ無理に近いから、せめて中範囲ないとね。で、ちょっと今回は使えないかな。あ、成田かにしようか。攻撃力 60% アップ。まあまあかな。まあまあかな。ただ、鉄砲隊に届くかな。でも大範囲なんか届くよな。いやー、上杉影が超優秀だよな。三突したかったぜ。やっぱ攻撃力とかさ、ここら辺の数値って全然高くならなくない。なんか1万ぐらいってどう、まあ、当たり前だけど SSR をそうか4突5突しまくればいくのかな。そこら辺はね、やっぱガチャ運によりますかね。で、これでちょっとね、心もとないんで、77839かな。ちょっとね、強化してこようと思います。これ、お金がなくてやってなかった強化で、実は。ちょっと通常のもこれで見ようか。通常のは、91002かな。やっと9万ね、乗ったんだよね。まあ、能力重視っていうのは好きな武将を使ってるから、もうちょっとやれば上げられるのかもしれないけど、で、そう、お金をね、この前のね、山形さんでかなり稼がせてもらったんで、上げていこうと思います。
1回で10名だけか。はい、はい、終わりません。200万使っちゃった。すんごい金かかったわ。でもこれで R はほとんど星5になったかな。 R もね、その地方と家が合ってたりすると結構ね良かったりするもんね。で、何が起こったかというとこれです。さあ図鑑むちゃくちゃ上がったんじゃないか期待してんだけど、どう？そんなに上がったかな？そんなに上がったかな？で、一応ね、レベルも50に達したんで 0.03% 上がってるから、まあそういうのの積み重ねかなと思って、思ったけど、そんな上がってなくね？ちょっと一番高いである、こっち。え？ 2？ え？ 40 とかしか、46しか上がってない。スズメ。スズメの涙すぎる。むちゃくちゃ金かけたのに。マジで？こっちなんて違いわかんないんじゃない？いや、わかんねえ。こっちも数十上がってんだろうな。なるほどね。いや、これはきついね。いやいや、まあ、これでね、その戦力も結構負けてるから、普通に勝つの難しいかもしれないね。やってみようか。あ、武器とか全部やったかな？まあ、いっか。とりあえず一戦やってみますね。それなりに、ね、武器僕持たせてたけど、ちょっと変更したところのやつがね、持ってない可能性があるね。ちょっとじっくり見ますね。いや、これ厳しいね。どうしようかな。とりあえずこれで息子の攻撃力ダウンを、まあ、すぐに倒せないだろうな。防ぎつつ、やれたらいいかな。うん。とりあえず、ゆっくりでちょっと様子見てみようか。まず、みんな集まって戦いたい。うおさあ、耐えられるか。ああ、うずかけかつて耐えられねえか。僕で足んねえな。ひょえー、とんでもねえ、とんでもねえ。こいつはとんでもないぜ。持つか持つか。持たねえな。持たない持たない持たない。持たないぞ。これ持たない。やば。あ。これやばいな。衝撃的に強いね。やっぱ前衛に硬い武田信玄とか必要か？硬さだけで。あ、そうか。硬さだけで歩兵部隊を入れるべきだったね。宝条、うひょー、やられた。これは強い。で、ここで集まってくるところで、まず、鉄砲隊だから入るんだよね。先方が。と思うけど。あ、結構入んね。だが、どうだ。そいつ回復しとこ。痛いから。さて、ちょっと、いや、きつ。攻撃力ダウンが、あ、食らってない。いいね、いい位置にいる位置。ここ全員入り？いや、でもこれさ、これ一人だもんね。まず息子ぶっ殺すか。これ勝つかどうかもむずくない？すごっ。で、撃ちます。あ、一発だね。よし。26000。これでクリティカル出てたらどうなんだろう。大したことないよね。2倍ぐらいだもんね。いって5、6万でしょ。いや、これは手厳しい。誰だかやられた。強っ。
これは強い。ちょっと回復しようぜ。いや、もうやつを殺して終わらせよう。え、強すぎる。7901。うわ、これは強い。これさ、できてないながらも、上位の人の得点とか見てたんだけど、合計44万ぐらいいってるっしょ。うわ、これは3部隊、敵部隊倒すので、5000かな、また。最大ダメージやっぱ低いね。で残りパーセント同じ。他は大体同じかな。でも、秒数は得点高いね、多分これね。ああ、なるほどね。いやー、きつ。いや、これ1000以内っていけるんか、本当に。え？前半結構いい線いってたよね。前半のね、もうちょっといい得点出せるんじゃないかと思って、それも試したいんだけど、嘘？これは強すぎる。いや、今回はこれ、ここまで強いと思わなかったけど、なんとかこうね、まあ、全員倒して、会心でぐらいまでいけると思ったけど、アマちゃんでした。これもしかすると、もしかして、とりあえずマイレージを交換したんだけど、ガチャやりたいんだけど、ガチャやりますかね。はきっつ。あ、そう、本当はね、本当はね、というか、上杉景勝のポイント1000もらい損ねたんだけど、これ何チェックしてんだろう。もらい損ねちゃったんだけど、やるのね、忘れて。そう、これ、1上げてればね、もらえたのに忘れた。なぁ、でまぁ、1000もらっても、結局2000必要だから、まぁ、ね、3突ではできなかったんだけど、だから2突で終わりなんだけどさ、でも1000もらえたんならもらいたかったよね。そう、本当にイベント、起動はして歩いてたけど、そういうのやる時間がなくて、くそ。いや、武田信玄、なるほどね。いや、でも本当にあれはそうだね。マジ短期決戦でやるか、うん、でもヒットポイント 100% でも1万で、ボコボコで、ゼロでもマイナス1万でしょ。だそれと引き換えに1部隊でも倒した方がいいから、ちょっとバフっていうよりも倒すってやっていかないといけないかもね、これはね。ちょっとね、誰の、赤しかないんだけど。そう、赤だけしかね、を上げられないね。うん。で、ギリギリ120個あるから、無色のもんでるし。まあ、赤はね、どれか1個上げられようことかなと思いますんで、赤上げて。ますね。あ、で、ここで、そう、正宗引けちゃえば、ね。正宗引けちゃえば、そう、正宗引けちゃえば、今ま、この悩みはね、ないから、まずここよ。まずこれで、小手調べ。やっぱ小手調べしてから引いた方がいいっていうのはもうね、はい、散々学んだよ。さ、OK。あ、これで、え？出陣って出た今。え？二突できんのか？嘘やろ。でこれさ、三突するとさ、チューハイになるんだよね。欲しい。いや、そうだね、宇治安、歩兵出して固め、ね、固い要因で入れようかって言ってるとこだもんね。ちょうど犬来た。もう宇治安はさ、普
通信なしで出るようになっちゃったんだ、世の中。そうなんだね。いや、いいの弾けましたね。さて、ここで正宗出るかどうかよ。まあ、出ないか。出ないよな。まあ、正宗出ないが、片倉小次郎もう一回ぐらいあるかもしんないけど、まあ、正宗これ出たら、光栄、奮発しすぎでは。お、後期。さて、え、あ、飛ばしちゃった飛ばしちゃった、さてとか言いながら飛ばしちゃった。あ、あー、でもね、春宗先生、あー、そうだ、3としてっからね。まあでも素晴らしいですね、素晴らしいですね。うわ、後期？うお、え、マジ言ってんの？ひょんとつじゃん。はるむ、で、今回は役目ねえんだ。標本アップだから、お前。いや、でも、すご。いや、これからイベントも目白押しだしさ。で、その河原版、河原版いいね。あの河原版で、情報をさ、パッと一覧で見やすくなって、ね。ディレクターのプロデューサーレターもさ、すぐ見れるから、いいですね。ああいう感じで、そう、見やすくしてくれると、プレイヤーとしてはいいよね。すごくね、今んとこ、SSR、かなりの確率で出てる。こうや、こら、来たか。まあ、そうだよな。ピキリンとはしてないな。うん。してない、してない。さあ、残り8枚。やっていきますか。これ。あー、もう普通か。まあ、出た方よな。出た方。出た方とはいえ、正宗出なかったが、そうか、正宗も好きだけど、ちょっともうこれ以上はね、ね。お、ダメだった。いやー、しかしさ、図鑑の能力アップさ、むちゃくちゃ大したことないね。なんだったのあれ。マジで。もうちょっといくかと思ったんで、0.12% 上がるかどうかだからさ、そんなもんかな。あ、そうそう、また誰か上げられんべ。うお、ちょっと待って。SSR はさすがにさ、SSR はさすがに一人ずつ行こうよ。ふぅ。売るべきものあらば、父も子も関わりない。あと2回当てればな、獅子粉塵の使い勝手超良くなるんだけどな。70%、15%、 そう、しかも5連携いいよね。この次のアップデートすごくいいね。5連携のが最初で出て、連携するということは、要はこの突撃が出ますよ。ただし、副賞だと、何十%ダウンだよ、みたいな。あれでしょ？弓体が超回復とかできるじゃん。一発弓打ったら、パーンって回復とか。弓体なら可能だよね。すごいよね。それ夢だよ、夢。こうした方が早い。わっ！意外とみんな、上がったね。いやー、しかし、俺の作戦はちょっとダメだったんで、またね、ちょっと、そうだね、いい作戦とかを考えて、まあ、勝つだけだったら、ね、吉重集中砲火で勝てると思うから、
いや、しかし成田海負けると思わなかったね。弓で回復とかちゃんちゃらおかしいか。だ、防御も上がるんだよね。23秒で防御力もアップさせられるからさ。でも23秒のこの弓打つ前に壊滅してなかったが、そう考えるとさ、え、アホ、あー、北条槍舞台、はい。で、ネネで回復入れようかなと思って入れたんだけど、ネネの統率が低すぎるからか、むちゃくちゃ防御低いね。これ耐えられんのかな、あの猛攻。まあ、回復あるから耐えられると信じようか。さて、さっきよりは多少ね、多少いい。いや、これこうしかないよね。耐えられんのか、果たして。あ、まず、そうか、これやるか。こうか。いや、結構広がんな。ちょっと待って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 。ぐるっと回る気だ。なんでだ。このぐるっと回ることに何か意味あんの、世の中って。あ、今回結構強くない。持ってる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 。まあ、ネネはただの回復部隊だから、ネネじゃなくてよかったまであるぐらい持ってなくない。どこに届くか、これが。いや、あ、いや、これぐらいだったらさ、ワンチャンだよ、ワンチャン。こっちが右側行ってもらえれば、意外と届くんだよ。ここ来ましたよ。あ、今回運がいいね。これ届くか、絶対。え？これで届かないって。嘘でしょ。もうこれ以上は近づけないじゃん。本当は届くだろ？え？あ、来た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 。これ届くだろ。オッケーオッケー。これ届かせるのでも大変だね。やっぱり。お、4連携した。で、大範囲だから届きます。中範囲だけど届きます。で、ネネもとりあえず回復しとく？ネネって自分範囲しかできないんだよね。で、ネネは、一目で回復するために、こっち側に移動してもらっておこうか。で、もうこれマックス上がってますから、まず邪魔な、攻撃、うん、防御力アップもついてないし、OK だね。OK だね。OK。じゃあ、撃っちゃいましょう。これで最大ダメージ出るか。さあ。連携しなかったけど、6万出た。よし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 。これはいいぞ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 。こう、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。とりあえず全員でこいつ狙って、頭が狙って、よし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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。お、会心出してる。1万8000強。じゃ、まず息子から集中だ、集中、いけ。で、ネネにみんな近づいてきたら、あ、でもネネ以外そんな減ってねえまである。おー、よし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 。しかも会心出してんじゃん、やった。もう成田海がもう、クソやってるからもういいや。いやいや。どうせ回復1回しか使えねえから、待つか。あ、いや、でもいいや、もう。倒しちゃ、倒しちゃ。発動しとこう。
で、この届かないけど、まあ、会心出すことによって、いいことあるから。で、最後に、行くぜ。とどめだ。やったぜ。やりました。もうこれ会心出てもしょうがないけどね。出なかったね。いやー、これ、これ以上出るか。これ以上出るかな。正宗引かないと無理か。いや、結構うまくいったわ。いや、これで21万2千じゃさ、どうやって44万とか出してんだろ、1位の人たち。ちょっと課金額が足りねえか。あ、でもこれで218位だから、今みたいな戦いできるかな。ね。あ、得点のちょっと詳細、ちょっと録画見返さないと、あれだけど、いやあ、れ、まあ、ネネの回復はあんまり意味なかったけど、あんまり意味なかったけど、やっぱ、歩兵が硬いよね、牙相手にね。それでも、すごい持ちこたえてたね。ね。さっき成田からやられてなかったっけ？なんか今回勝ったな。まあ、そんな感じで、あ、そうか、ちょっとね、変えたっけ、うん、あ、歩兵でマックスになるようにこうしたんだ、成田海部隊。さっきまでは北条部隊だったんだけど、北条部隊から成田海は、能力アップに変えて、で、こっちを北条部隊にしたんだね。そんな感じだね。まあ、こういう風にすれば、もうちょっと低くてもね、まあ、勝てたかな。で、最悪一人倒すの諦めれば、とか、で、なんとかね、それなりに、まあ、そうだね。まあ、1000以内だったら、そんな感じで、いけそうだけど、どんどんね、皆さん得点上がっていくからね。うん、そうだよね。1位とか45万点とかさ、どうやって取ればいいの？だってあっちで20万点取るの結構厳しかったでしょ。その、初期点もさ、低かったもんね。それで、もう、40万点以上がさ、何十人、何百人といるわけでしょ。ボーダー。100位に入りたかったら、39万。あと1万3000上げなきゃいけない。今の時点でね。またもや100位無理か。1000位のボーダー守りきる感じか。くそー。そうだね。あ、で、そう、最近ね、やり始めたことがあって、これです、これ。あの、SSR ってこんな集めてもしょうがねえな、20ポイントずつとか思ってたから、やってなかったけど、20ポイント10回やったら200でしょ？そのうち、1000ぐらいたまんじゃね？作戦を開催しようかなと思ってます。なんか、ね、そのポイントを、そんなにガチャ引いてるわけじゃないから、そこまで余ってないんだけど、で今も、うん、さ、何ポイントなんだ俺。あ、でも6万、そう、結構ね、さっき変えてきたから、6万ポイントあるから、だったらさ、その20ずつでも持ってるやつ、まあ、1凸してないやつ、1凸2凸目ぐらいだったら目指そうかなと思って、あ、お前も今回必要だったな。います。SR しか使わないと思ってたけど、SSR にも、ちょっと、有効ポイント使っていこうかな。あ、ちょっと待って。お前さ、ここ専門じゃない？普通に出てこない。引けないんですよ。ガチャじゃ。もうレアキャラレアキャラ。でその茶室もさ遠くから 見た時にね、こう、あ、これちょっとチェックついちゃってるけど、いますよっていうのが分かるようになったから、すごい分かりやすくなったから、すごい分かりやすくなったから、まあそれも含めてね、ちょっとチェックをいっぱいつけようかなと思ってます。ここにも、ああ、なるほどね。
なるほどね。まあ、こんな感じで、はい。まだね、今週末とかイベントあって忙しいんですが、少しずつね、更新できるように頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。